はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もね、やってきましたよ。週に1回ご褒美ビールのお時間です。ってことでね、週に1回しか飲めないんで、いろんなね、飲んだことない缶ビールを飲んでいこうと思ってましたけども、やっぱりね、飲みたい美味しいビールを飲んでいこうっていうことでね、今日はシメイブルーを用意しました。さあ飲んでいきましょう。でね、12週目が終わりましたね。早いね。ざっくり3ヶ月早い。よいしょ。今んとこ順調ですね。断酒全くね苦じゃないっすね。全然もう週に1回ビールが飲めればそれで幸せっていうね、そんな感じになってますと。おお、いいね。でこのベルギービールはですね、専用ビールで飲むのがうまいんですよ。僕ね2種類持ってるんですけど、シメイとオルバルですね。めちゃくちゃうまいんですよ。さてと、じゃあ今日もですね大好きなビールで飲みましょう。シメイブルーですね。色濃いめですね。いただきます。乾杯。飲み応え。ああ、これビールじゃないよ。うわー、フルーティー、すごいな。いや多分このビールもね飲んだことない人飲んだらマジびっくりしますよ。でシメイとかねオルバルとか、この輸入ビール瓶ビールね結構値段するんですけど、でも外でね居酒屋とかで飲むと思えば、同じぐらいなんですよね。で今日はですねちょっといろいろね目にしてね気になってる記事、お酒にまつわるですねニュース、そういったのを話ちょっとしていこうと思うんですけど、飲みながらちょっとね話していきます。自宅飲みがね流行ってるんですよね。オンライン飲み会ですか、ズーム飲み会ですか、流行ってると。でまたとは別にですね、こう自宅飲みがですね手っ取り早くですねストレス解消の手段にもなってるというらしいんですよね。なんですけども、こうお酒の量がね増えているという懸念があるそうで、深酒に注意と。テレワーク、在宅ワークの人がですね結構早い時間から飲み始めるみたいで、今までとは違ってね、外で飲むのとは違って終電とかもないし、時間がねがっつり飲めるというので深酒になりやすいらしいんですよね。でも深酒はね気をつけないとね健康被害にもつながりやすいってことなんで、いろいろねやっぱね問題がありそうですよねってことなんですよ。いろんなことが絡んでねやっぱね問題で、そうですよね。運動不足にもなるんだろうし、でストレスもたまるし、飲みすぎても健康に悪いしね、なんか新たな現代病みたいな感じになりそうですよね。ここで一つ提案しましょうか。で断酒ですよ。断酒できますよ。僕でね16年かな、毎日休肝日なくお酒ビール飲んでましたけども、今YouTube の企画でやってるんですけど、週に6日休肝日これ入れてねできてるんで、お酒をね抜くとか我慢する全然大したことないですよ。でほぼ同時進行で僕ね禁煙もやってるんですけど、禁煙の方がよっぽど辛いですね。なんかね新しいことに挑戦してね、でそれができた時のね達成感がねやっぱ気持ちいいんですよね。で今日ねこれさっき言った話です。これお酒の量がね増えてるとか深酒注意とかですね、健康被害にもつながりやすいってやつがねちょっとね当てはまるかなって方もしいらっしゃればですね、一旦ですね1週間、5日でもいいですよ、ちょっとお酒を抜いてみる、断酒してみるっていうのね試してみられたらどうかなって僕は思いますと。おー、で今日飲んでるシメイも僕ね結構リピートしてましたね。でこれちょっと空き瓶持ってきました。今までね全部で5本飲んでます。このビールもね僕飲んでるんですよね。ほんと好きなんですよ。でこれが今日のやつと同じやつですね。シメイブルー的なやつを今まで全部で5本飲んできたと。2本がでかいやつですね。でこれが高いやつです。これ1本ね4センチ角したんですよ。普通にペロッと飲んじゃったんですけどね。でアルコール度数が高いです。 9% なんで酔います。普通に 750ml これね1日で1本飲むんですけど、これもね酔うね、で今日のねシメイもね半端なく好きでうまいんだけど、でもやっぱり僕の中ではこのオルバルですね。同じベルギービール、修道院ビールなんですけども、オルバルがめっちゃうまいと。どちらも僕が専用グラスを買ってると。めっちゃいい音するしね、もうほんとテンション上がるわ。一応ですね、まあ、飲んだことない方いらっしゃればですね、僕シメイブルーとオルバルはめちゃくちゃおすすめですね。世界の瓶ビール100本以上飲んできましたけども、この2本特にうまいと。よし、おお、あー、うまっ。はい、というわけで、ね、今日も、ね、大好きなビールね、シメイブルーを飲みました。男子生活の方は明日で12週目が終わりっていうところですね。順調にできてますと。で、今日話したね、トークテーマですね、自宅飲みがまあ流行ってるんだけども、お酒の量がね増えてると、深酒にね気をつけようっていうね話を、僕ねニュースを目にしたんで、それをね話したんですけど、知らず知らずね気づいたらね、やっぱ心の健康、体の健康を崩してたっていうね、新しいこう現代病的なやつに、ね、ならないように、まあ、自己管理、自己防衛していきましょうとしかね言えないんですけども、まあ、そうですね、セルフコントロールですね、自分で自分のことをコントロールできるように、まあね、やっていきましょうってとこですかね。で、僕としては、チャレンジしたことなければですね、断酒されてみてはどうかなって僕は思いますということで、今週もね、断酒頑張っていきます。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。